かヘアケアとかあったんですけれども、これ結構女性のサロンメイトの方かしらと思うんですけれども、でこちらの方たちですね、ヘアケア、シャンプーのひまわりを使っているんですけれども、黄色のリッチリペアを使っておりますが、その他には、フィーノのヘアマスクや、最近初めて使ったんですけども、ウォータートリートメントのサラサナがものすごく私に合いますの。サラサナめちゃくちゃいいですわ。で、あのお風呂から出た後は、何だったかな、名前何でしたかしら、ちょっと忘れてしまったんですけれども、ヘアミルクを使って、ドライヤーを乾かした後に、モロッカンオイルのヘアオイルを使っておりますわ。ということで結構あの髪の毛がすごく荒れやすいので気を使っておりますわ。そしてコスメに関しましては、コスメの愛用ブランドっていうのはないんですけれども、そうですわね、コスメの愛用、可愛いなと思うのは、最近やっぱり流行りのあの韓国コスメとかはすごく可愛いなと思っておりますわ。あとキャンメイク最高、キャンメイク東京、キャンメイク本当に強いですわ。あのキャンメイク、これちょっと男性のサロンメイトの方はちょっと何をおっしゃってるのって思ってるかもしれないんですけれども、キャンメイクがねすごくいいんですわ。あの私ネイルも結構好きなんですけれども、キャンメイクのネイルがねすごくクオリティ高くて、あの今もネイルしてるんですけれども、あのピンク系のすごいいっぱいラメが入ったネイルがすっごく可愛くて、ぜひぜひおすすめです。いつかこういう話もねツイッターなどで、てかこれはちょっとツイッターで後でまとめさせて投稿させていただければと思っておりますので、その際はぜひぜひぜひ見てくださいね。ということで